社会人の人にこう Facebook 活用して話を聞いたって、はい、これなんでやろうと思ったんですか？なんとかして次の自分のキャリア見つけないとな、うん、ちょっとここ止めていいですか、はい、この回答大丈夫ですかという質問でございまして、はい、今回の面接評価いかがでしょうか？はい、評価は株式会社ワンキャリアの佐賀です。この後学生さん企業さんに登場いただき実際の面接の様子をモニタリングしながらお届けするのがこの動画の特徴となっております。この動画画面の下にグラフが出てまいります。面接の評価に合わせてグラフが推移をしていき最終的に80点を超えていれば合格、そんな企画となっております。では実際の面接に移る前に今回は住友商事グローバルメタルズの菊池さんにお越しいただいております。それでは菊池さん、まずは自己紹介からお願いいたします。はい、ありがとうございます。住友商事グローバルメタルズで採用の担当してます菊池と申します。入社2015年なんですけれども、もともとは国内と海外のですね鉄道関係の営業をしておりまして、そこからですね2019年から採用の担当して、今は新卒と中途なので、会社に入ってくる方はもれなく全員とちょっと関わらせて、いただいているとそんな仕事をしております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。菊池さんは普段面接の中ではどの面接を担当されていらっしゃるんでしょうか？1次とか2次とかあるかと思うんですが、はい、包み隠さず言うと1次面接で、はい、普段菊池さんが面接で見ていらっしゃるなんかポイント観点だったりとか、もしお話できる範囲で教えていただけますか？はい、変わらないこの人の本質ってなんだろうっていうところは常に見させていただいてます。というのも大学時代のとあるエピソードだったりとか、こう本当に1点だけ瞬間最大風速のここの部分を話してもやっぱりこう無意識にこう持ってる部分があったりとか、普段こうじゃないよねって自分を話してる部分とかもあると思うんですよね。なのでこう例えば昔から自分ってこんなところ変わらないんです、もうずっとこの感覚変わらないので社会人になってもこれ活かせますみたいな、それとも変わらない部分っていうのを知るためにいろいろお話ができればなって思ってます。ありがとうございます。そんな中御社に合格する方、はい、どんな方が合格をしていらっしゃるんでしょうか？ちょっとある種一貫性がないかもしれないですけど、いろんな人がいますっていうところですね。本当にもう大学だったりとか学部とかもう本当にもうバラバラになってます。でもとある人は本当にアルバイトずっと頑張っていたりとか、とある人は部活を頑張って、とある人はゼミをやって、とある人は研究やってっていうような形なので、何かでくくれるかっていうと経験はくくれないかなとは思います。でただそこの経験をするスタンスっていうのは皆さんこうひたむきで一生懸命な方多いかなと思ってるので、なのでこう一生懸命な方、なんかこう自分はこれ頑張ってきましたっていうのをこう自信持って言えるというか、それの何をやったかも何でもいいと思うんですよ、っていうところが一つ共通してるのかなというふうに思います。なるほど。それを見るためどんな質問をしてるのか、この後注目させていただければと思います。はい、それでは早速学生さんに登場いただいて模擬面接をお届けしてまいります。失礼します。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、待ちました菊池と申します。よろしくお願いいたします。じゃあ簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、明治大学法学部法律学科3年の穂積和樹と申します。はい、大学では主に2つやっておりまして、大学の方は法律と哲学の研究をしておりまして、はい、もう1つは株式会社トマップという IT ベンチャー企業で、お仕事をしてました。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと事前にエントリーシートとも拝見しててすっごい活動的だなって思ってたので、ちょっとお話できるすごい楽しみにしておりました。はい、さあ早速面接スタートしたばっかりなんですが、はい、ちょっと私驚いたのが、はい、このエントリーシートの書き込み結構事前に面接をする方のエントリーシートだったりにはこれぐらい目を通してらっしゃるんですか？普段から面接前というよりは、書類選考で出していただいたエントリーシートは本当に全員見てますし、僕だけじゃなくても、採用担当の他のものも見ているので、やっぱりそう全部見ないと何ですかね、こう、今年の学生の皆さんってどんな経験を総じてやってきたのかなっていう全体感がやっぱ分からないので、やっぱ限られた時間の中でどこを聞いたらこの人の本質的なところが見えるのかなっていうのはやっぱある程度見とかないと、絶対なんか的外れな質問してしまって、それでなんかこう自分の不完全燃焼の状態で終わってしまうっていう方は、それはちょっと絶対不幸だと思っているので、なので可能な限り見させていただくというか、交換ポイントなのかなっていうところはちょっと当たりをつけさせていただいているような、
感じです。ありがとうございます。画面下のグラフを見てみても、はい、少しこう低めからスタートをしているんですが、はい、これは何かあのエントリーシートを見てちょっとネガティブ評価があったりとか、うん、なんか背景があるんでしょうか。はい、これうちの会社全員ってわけではないんですけども、はい、菊池さん個人の考えとして、はいはい、あの基本的に加点法で考えていきたいって考えているので、うん、こう最初フラットにするとなんか下がるのもあるんだよなっていう、うん、そんな感覚になってしまうのかなと思っているので、うん、基本的にこうゼロベースないし、うん、こうそこからこうなんていいところがどんどん積み重なっていって、うん、その人がこう見えるような見方を僕はしたいなっていうふうに思ってるので、うん、なんかこう低かったっていうわけではないです、うん、あの明らかに優秀な方っていうのは認識はしてるんですけれども、うん、ただそのバイアスが自分にもかかってしまうとフラットに聞けないことも出てくるのかなと思ってるので、うん、なんか最初の意識としてそういうようなスタートしてます。ありがとうございます、はい、では面接続いて見てまいりましょう。はい、ちょっとぜひ穂積さんちょっと伺いたいんですけども、なんかすごいなんか僕このエントリーシート拝見しててすっごい活動量が多いなっていうふうに思ったんですね、はい、であのまさにさっきおっしゃっていたのインターンの経験とかもちょっとここ伺いたいなと思ってるんですけど、はい、どうしてこのインターンやろうと思ったのかってその動機の部分を伺いたくて、はい、なんでちょっとこれ始めようと思われたんですか。一番やっぱりあの挫折経験のところが大きいですね、うんうん、挫折ですか、はいはい、なんとしてもなんか自分のキャリアを見つけないとっていう焦りが当時高校2年生の時ですかね、はいはいはい、あったのが一番大きかったです。挫折ですね。なんかあの書いていただいてる中でもともと夢だったレスキュー隊ですね。これなかなかエントリーシートレスキューって出てくる名前聞かないんでなるほど、本当にこれになりたかったっていうこと。なりたかったですね、うん、もうあのクリスマスプレゼント何が欲しいと言われたら、うんうん、消防車のトミカが欲しいって言ってるぐらい。 あれですよね、怪我されたっていうことだったんですよ、はい、これが挫折。そうですね、うん、一番はやっぱり、うんうん、今でもたまにその腰の怪我っていうのが運動とかしてたりとかずっと長時間座ったりすると痛みとか出てくるんですけど、やっぱりずっとトレーニングしたりとか体を動かす仕事っていうのがずっとそれで一生がやっていくのは厳しいなっていうふうにはなりました。ああなるほど、感知してないもんこうトレーニングしちゃったっていうふうに書いてあって、はい、なんかこんなところからもちょっとストイックな方なのかなっていうのもちょっと、うん、どうしてこうなんかこう頑張ろうみたいな、何が原動力でそんな頑張ってらっしゃったんですか。当時は高校だと副キャプテンだったんですけど、あ、はいはい、ちょうど中学の時に地域の選抜チームでやってた仲間とみんな私立に行かず同じ県立高校に行って何としても甲子園を目指そうっていうふうに結構熱く、はい、当時のスタメン全員が集まって来た高校だったんですけど、はいはいはい、秋の大会かなり周りから期待とかもいただいた中、うん、まさかの初戦敗退をしてしまったんですよね。でそれ以来昔の栄光に浸ってる場合じゃないっていうことをみんな思って、期待からの負けっていうのが一番原動力だったかもしれないです。今ちょっと思い返してみて、はい、もしその時の自分に声かけるとしたらなんて言ってあげたいですか。いやそうですね、うん、なんで負けたのかをよくみんなで話し合えたらよかったんじゃないかなっていうのを当時は思います。みんなそれで個々人のみんな力が足らなかったんだって言ってすごく練習したんですけど、負けた理由って顕著でチームワークだったんですよね。チームワーク、はいはい、当時から個の力が強いメンバーっていうのは集まっていたんですけど、バントが決まらないんですよ。わかりやすく言うと、はいはいはい、これ野球の人だったらわかるかなと思うんですけど、僕もやってました。本当ですか、はい、バントが決まらないんですよ、はいはい、みんなホームラン打ちたい人たちなんで、しっかり話し合ってその試合におけるあなたの役割ってここだったよねとかってことを当時ちゃんと振り返って、冬の練習もちゃんとチームワークでやっていこうよみたいな切り替えができたらよかったのかなとは思います。あ、なるほど、うん、なんかそのチームの中で穂積さんってどんな人だったんですか。一番真面目で硬いやつだと思われてたんじゃないか。硬いやつだったんですかだから当時あの監督にもあのキャプテンをやりたいとずっと言ってたんですけど、もう自分からやりたいって言ってたんですか、はい、言ってたんですけど、自分ではなくてやっぱすごくもっとあの面白くて人間味のあるメンバーっていうのはキャプテンに最後監督から選ばれて、はいはいはい、でそのメンバーのサポート、まあ、右腕として副キャプテンに置かれたなっていうのを当時あって、だから当時の監督もなんかこういう堅物がキャプテンをやると頭の固いチームになっちゃうので柔軟性があって柔らかい人間がやっぱりやって、そこの具体的なとか正確性とか求められる部分を自分がサポートしていくっていうのがいいチームなんじゃないかってことを多分思われてたんじゃないかなって、はい、当時はあります。ここでカルチャーマッチがグググと上がってきております、うんうん、ここは何かどういったところを評価されてカルチャーマッチが上がっていってるんでしょうか。そうですね、こう、うん、なんか自分を顧みるタイミングがしっかりある方なのかなって思いました。そこのなんか言語化がすごい
できてらっしゃったなと思いました。自分はこうだって思い込みだと意外とその自分を客観視した時のこう言語化できないと思うんですよね。周りからどういうふうに見えてるかだったりとか、なんか自分の認識と他人の認識がこう一致してない部分ってあるのかなと思ったんですけど、なんかそういったところをしっかりなんか考えてらっしゃってっていうのかなっていうのをすごい感じましたし、なんかそこから学んでる量がすごい多そうだなっていうふうに感じたので、なんか人として常にこう成長できる方なのかなっていうのを見て、すごい魅力的だなっていうふうに感じました。これなんか私ももともと人事をやっていた人間なんで、私だったらあの場面、このそれこそその後どうチームを立て直したんですかっていう、なんかアクションベースの質問をしてしまいそうだなって感じなんですが、はい、結構菊池さん、それこそどんな言葉を投げかけますかだったりとか、はい、なんかこう考え方、思考、スタンス、なんかそういうことを問うてるような印象を持ったんですが、はい、なんかこの時菊池さんが意識されてたことってあるんでしょうか？そうですね、例えばなんかもう一回会社に入って野球チーム作るわけではないと思うんですよね。で、例えばこう自分と同じようにこう野球やってきて楽しいっていうか、ある種同質な人がこう集まっている空間から、社会人だと本当バックグラウンドもいろんな違う人が集まって年齢もこうばらけてっていう中で物事をやっていくっていうのが社会人かなっていうふうに思います。で、その中でその人の行動特性っていうんですかね、が見えるような形で聞いた方が社会人になっても再現性があるのかなっていうふうに思っているので、なんでこう思考のこう太い幹の部分を伺いたいなと思って聞いてみました、はい、ありがとうございます。ぜひちょっとその流れでもこのままいろいろ聞くんですけど、はい、そこからこう高校3年生になった時に社会人の人にこう Facebook 活用して、はい、話を聞いたってすごいエネルギーだなって思ったんですけど、これなんでなんかこれをやろうと思ったんですか？なんとかして次の自分のキャリア見つけないとなっていう、うん、で勉強は当時全然できなかったので、うんうんうん、当時の監督になんかすごく人と接するとかっていうのはすごく多分できると思うから、うんうん、いっぱいいろんな人の吸収をしてやりたいと思うのを見つけてみなっていう中でも、うんうん、Facebook とかって SNS で出会うといろんな人たちがいっぱいいるの分かるからっていうのをおすすめされて早速やってみたっていうのがあったと思います、うん、なるほど。なんかどんな人にこう声かけて話聞いて聞かれたんですか？職種はバラバラで、覚えてるのはケーキ屋さんのお話を聞いたことありましたし、はいはい、農家のお話を聞いたことありましたし、スポーツ選手、お医者さん、経営者、バラバラでした職種は。なんか当時これ印象的だったみたいな話とかありますか？あ、そうですね、20前半で経営をしている方のお話っていうのは一番衝撃的でした。経営されてる、はい、どんなこう、ね、衝撃を受けたというか、 なんかどんな感覚だったんですか？3歳しか違わなかったんですけど、当時その人と自分がお話聞きに行った時めっちゃ若いですね。一つ聞かれた質問があって、はいはい、あなたに出会ってなんか自分も経営をしてみたいと思いましたっていうことを言った時に、うんうん、それは本当にしたいの？みたいなことを聞かれて、じゃもしやりたいとしたら君は明日からその行動ができるの？とか、一つ一つなんか確信をつくような質問をされたのがその人からは印象的でした。でそこで、あれですか、この トマップさんに早速大学に入ってこう申し込まれたというか、はい、なるほど、新規事業のところ、はい、そこの立ち上げに携わられたということなんですけど、うん、最初 のゼロベースのところから携われてたのか、はい、それともこう何かこう形があってそれをこう実行に移すって段階からこうやられてたのか、どんなところからこう携わられてたんですか？実際にゼロベースからスタートでした。当時は3人で、もともとあったサービスだとこういうところがまだ課題改善できてないよねとか、最近マーケットだとこういうニーズも出てきたよねとかっていうところもあって、じゃあ新しくこういうのを出していくとより利用者増えるかもねっていうところで、当時ゼロベースからスタートしました。では続いてここでいきなりスキルマッチが垂直に評価が上がっておりますね。これ2つ聞きたくて、そもそもここまでなぜ平行だったんでしょうかというところと、なぜこのタイミングで一気に上がったのか教えてください。穂積さんすごく優秀な方なので、多分全部できるんだろうなっていうイメージをちょっと思いつつもなんですけど、ただね、やっぱりこう商社の仕事自体を受け入れされたことってなかなかやっぱないので、なのでそこはフラットにこの人だったらどんな点が活かせそうかっていうところをさっき申し上げた通りこう積み上げ形式で見れるようにちょっと意識をしていた部分があります、うん、ここの部分だとその事業の部分ですね、新しくこう事業を作っていくっていうところですけども、やっぱ私たちの会社としても新規事業だったりとか事業投資っていうのをやっている中で、こうなかなかこうゼロからこう何ですかね、それこそ Excel で数字弾いてやるっていう経験って、まあやったことある人ってなかなかいないので、おすごいなっていうのは率直に思いましたし、一ビジネスマンとしてこうやっぱ数字の感覚大事なので、ここの部分は本当すごいなっていうふうに感じました。今回ビジネス経験がある学生さんでしたが、はい、他の普段のこう面接の中では別にこのビジネス経験からだけ見ているわけではないですよね、全く
むしろ出現率は低いですよね。その、はい、僕なんかもずっと語学やってた人間なのであのビジネスの美の字もあるかというような人間なので、ただ例えば僕だったらその人間性の部分だったりとか、はい、語学だったりとか、やっぱ商社っていろんなことやってるので、いろいろ活かせる部分があるので、そこが何かっていうのをちょっと見させていただいてる感じですね、はい、ありがとうございます。ここで一気にこのスキルセットの部分も合格を、はい、満たしているような感じで出てきているというところですね、はい、なんかどんなところがこうなんですか、ね、今こう書いていただいているので、はい、こういうふうに成長しましたって、はい、このスタートとゴールのここの間の部分がちょっと見えない状態なので、うん、はい、なんかこの間何が大変だったとか、はい、もう正直これもう一回やりたくないですっていうようなこととかでも全然いいんですけど。あ、分かりました、うん、せっかくなので3つぐらいお話しさせていただくと、はい、1つ目はあの一番上流のサービスのミッションを決めるとかコンセプトを決めるっていうのはすごく難しかった部分ですね。で2つ目はあの組織を作っていくっていうところが難しかったです、はいはいはい、その1円を1億円に変えるみたいなところは、うんうん、3人だとなかなかそういう単位で作ることができなくて、うんうん、組織作りっていうのが難しかったっていうところ、うんうん、で3つ目はファイナンス的なところがすごく難しくて、やっぱり少し計算を間違えてしまうだけで、損益超えたと思ったのにあれ全然超えてないじゃんとか、うんうんうん、じゃあメンバーから単月の損益超えましたって報告があってもトータルで見たら全然まだ超えてないよねとか、うんうん、大学は法学部なので、はいはいはい、ファイナンスとかの方面は全く分からなくて、うん、なので休日とかに簿記とかの本買って、はいはいはい、資格を受けるためとかじゃないんですけど、うんうん、一生懸命その勉強してました。あの仕組みがこう分かるように、はい、なんかどうですか、どんなところが一番こう穂積さんにとってはあこれ頑張ってよかったなって感じるポイントになりますか。このインターンだったりこの何でもいいんですけども、はい、この活動やってる中でも人であってもいいですし、はい、数字が立ったでも何でもいいですし、うん、なんかどんなポイントにとにかく自分はこうモチベートされるかなとか。あ、そうですね、うん、あのやっぱり人と人との関わりで学ぶ部分が一番大きくて、うん、あのまあ、ビジネスとか野球とかあの勉強とかって全部、うんうんうん、あのやってることは違いますけど結局は人と人とのコミュニケーションで、はいはい、っていうことが大きくて、で一番得た部分としては結局みんな人なんだなっていう、で何をする時も人の心をベースにこう考えていくってことが何にも生かされるんだなってことを思った時に、この世の中の原理原則を一つ知れたんじゃないかなと思うような、うすごい学びですね。すごい学びでした。なるほど。では続いてこちらですね、カルチャーマッチもしばらくこうなだらかに垂直、はい、あの平行に進んだ後に一気にこう合格を超えている、はい、このタイミングはどのような点が評価されたんでしょうか。あ、はい、そうですね、ここの部分で言うとこのエントリーシートだけ拝見した時に、はい、割とこう個人が強いのかなっていう印象を持って、うん、大きな成果出してらっしゃいますし、はいはい、なのでもう自分のなんか思った通りな組織だったりとか、うん、自分が思ったように動きたいっていうのがどこかであるのかなっていうのをちょっとそこの部分はなんですかね、あえてこういろいろ聞いていたっていうようなところなんですけど、うん、まあ、聞けば聞くほどなんていうんですか、組織だったりとか周りの方への感謝だったりと か、うん、だからそういったところが本当にガツンと一致したというか、うん、っていうのがこのタイミングでしたね、うん、こう失敗から学ぶっていうのは人間性だったりとか、うん、結構そういったの一貫してるなっていうのをこの確信が持てたのがそのこのタイミングだったので、うん、もう間違いないなっていうような感覚がありました、うん、じゃあもうここからはスキルセット的にもカルチャーマッチ的にも、はい、もう合格を基準を満たしている方だというふうに評価が上がっていってたんですね。そうですね、まあ、どちらかというとなんか合格っていうよりは本当に何て言うんですかね、あの会社としては本当に優秀な方に来ていただいて、うん、で会社をこう育てて一緒にいただきたいっていうの思いなので、うん、この人が生き生き働ける環境でどこが提供できるのかなっていうのはそこに結構頭がこうシフトしていった感覚はすごくあってですね、うん、やっとここがなんかマッチングがもっとできるのかなっていうような感覚がありました、はい、ありがとうございます。なんかこう自分にこう例えば真面目だったりとか、はい、あのいろんなこう形容詞を申し付けるとしたら、はい、なんか他になんかどんなものがこう出てきそうですか、まあ、座右の銘とかでもなんか自分表現することだったら何でも、はい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 、七転び八起きとかは結構自分だなとは思いました。転ぶんですね。転びます。めちゃめちゃあの真面目で進んで、で転びまくるんですけど絶対8回目がちゃんと来るっていうのはあのまあ弱みでもあるんですけど結構強みでもあって、うん、自分を表現する座右の銘かもしれないなと思ってます、うんうん、なんかこうその起き上がるエネルギーってどこから湧いてると思います。いやそうですね、挫折というよりかもう一つあるのは、うん、小学生ぐらいだったんですけど、はいはいはい、まあ、両親とかすごく苦しそうにしてる時期があって父親の仕事がなかなかじゃ見つからないってなった時とかに何か家族を守ることとかその日常を着々と進んでいくことって当たり前じゃないんだなとか難しいんだなとか、
と思った時に日常を守り続けるためにはやっぱり転んではいられないし、あとは常にやっぱ自分は大好きな仲間とか友達とか親とか守りたい人たちもいたので、そういう人たちのためにいや自分転んでばっかりいるわけにはいかないっていう、ちゃんと次起きなきゃいけないんだっていうところは、なんか当時のやっぱ小学生ぐらいの時の家族の中のいろいろ難しいところを経験して感じたことがありました。なんか今のお話聞いてるとこう常に誰かに囲まれてるんだなっていう、はい、社会人になったらこう自分がこう今こう経営っていうところに関心があったりとか、はい、いろんなこう組織っていうとこうこう何かしらこう意識されてるのかなと思ったんですけど、うん、なんかどんな組織を作りたいですか、もしくはそのどんな組織に自分が身を置きたいですかと思うとどんな感じですか。そうですね、うん、理想なんですけど、うんうん、役職とかないような全フラットな組織ってのが理想ですね。みんな一人間なんだっていう、一つの個性を持った人たちなんだっていうことで、その個性が生かされ合って、うんうん、違和感を無視しない関係性で、うんうん、かつただ相互理解し合うような雰囲気があってっていうやっぱ組織が今はすごく理想であります、うん、なるほど。ちょっとここ止めていいですか、はい、この回答、はい、大丈夫ですかという質問でございまして、はい、それこそフラットな組織がいいという発言がありましたが、うんうんうん、やっぱり一般的に考えると日系大手企業であれば、はい、あるほど組織の階層構造があるという形で思うので、うん、なんかこの発言だけ切り取ると、はいはい、なんかベンチャーマインドが強すぎてというか、うん、大手の中ではうまくやっていけない人なんじゃないかって思われちゃうんじゃないの、うん、っていうふうに第三者で見ていてちょっとハラハラしたんですが、はいはい、これ菊池さん全く下がってませんね。はい、フラットっていう話のニュアンスとしても、うん、こう何ですかね、個人がしっかりこう個性を生かしてこう働くっていうような話が僕は強いのかなと思ったので、なんかあんまりそこの部分は気にならなかったっていうのもありますね。確かに役職はうちの会社にもつくんですけれども、はい、何でしょうか、例えば最近制度の改定して、うん、この昇格が早くなったりとか、はい、そういったところもあるので、うん、まあまあ提供できるのかなっていうのはちょっと思ったところあるんですけど、うん、なんか何より役職って本当に何を責任持つかっていうのであって、うん、肩書きではないはずなんですよね。例えばこのクラスだったらなんかどれくらい決済権限があってっていうのがあって、うん、でそれをやるにも入ったら本当分かるんですけど、やっぱこの人すごいなって思うんですよね、うん、っていうのを感じていただいたら、なんていうのかな、こうあんまり違和感はないのかなと思ったので、まあ大丈夫かなっていうところは、うん、はい、思ってました。ですね、言葉尻の部分だけを捉えるんじゃなくて、しっかりとお互いのこう真意の部分を付け合わせているというような印象を受けました、はい、ありがとうございます。例えばこの普段なんでこう自分が COO の穂積さんじゃなくて、こういったなんかこう自分が能力だったりスキルとか人間性があるからこう司法を任せてもらえる、こっちのベクトルで考えた時に何があってこの役職だったりとかを任せてもらえてるのかなってすごく気になって、はい、なんか今の会社でこんな風に言われてますだったりとか、こんな評価を受けてますみたいなところとか、はい、ちょっと伺いたいなと思うんですけど、一番言われるのは努力の天才だって言って言われることが、言っていただくことが多いですね。すごい努力の天才、はい、逆言うと当然別に優秀じゃないよなってことを言ってもらいますね。優秀じゃないし、うん、なんか完璧主義ぶってるだけだよなっていう。だからどこまでも絶えず伸び続けるから尊敬できるんだってことをメンバーには言ってもらえたりは。その言葉を受けてどういうふうに感じられます？いやもうすごく感謝しかないですし、なんか努力しててなんかあいつまたなんかやってんなとかっていう雰囲気ではないので、そういう環境に感謝でいっぱいですね。環境に感謝です。なんか僕正直の話するとこのエントリーシートっていうかこう拝見した時に結構自分がすごい強いのかなっていう印象すごいお受けしたんですよ。そしたらなんか話せば話すほど周りの人の話だったりとかこうすごい出てきたので、びっくりするとちょっとイメージがこう変わったなっていうのがあって、ちょっと本当に僕にとってもすごい今有益な時間だったなと思いますし、これで一旦終わりにしたいと思います。はい、まずありがとうございました。ありがとうございました。それではお二方ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。では早速ではございますが、この模擬面接の評価を菊池さんからいただければと思います。あくまで模擬面接なので本選考とは関係ないですが、今回の面接評価いかがでしょうか。はい、評価は合格。合格で、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。先に菊池さんになぜ今回のこの模擬面接で合格という評価になったのか、はい、そのあたりの背景から解説いただいてもよいでしょうか。はい、もう一貫してるっていうところですかね、うん、もう人柄としても行動としてもこう何を話してもこうちゃんと一本筋が通ってるというか、うん、それが例えばその
何ですかね、こう例えば大学のインターンの瞬間最大風速ではなくって、ずっとこういった風が自分は吹いてるんですよ、それによってずっと頑張ってきたんですよっていうところがお話伺ってる中ではすごく分かって、で何ですかね、こうやっぱり最近の経験をこう話す方って多いと思うんですよね、大学のサークルでゼミでっていうところあると思うんですけど、なんかそういったところでもずっとこの人はこういう人なんだなっていうところがあって、すごく話をしてすごく安心感があったんですね。うちの会社でもそうですけど、やっぱりこういろんな海外の人も含めていろんな人とこう組織作りをしていって仕事をしていくっていうところ、あともう人と仕事をするっていうのがうちの会社の仕事でもあったりとかするので、そういった中ですごく力発揮していただけたら、すごいエンジンも強いのを持ったら積んでらっしゃるなと思ったので、はい、ありがとうございます。穂積さんにもご感想をお伺いしてみたいです。今日の面接いかがでしたかというところと、この結果についてどのようなご感想をお持ちか教えてください。まず結果めちゃめちゃ嬉しいですありがとうございます。自分としては何より自分を振り返るすごく勉強になった時間かなと思います。こういうふうに深掘っていただけると、自分では気づいてないようなエピソードとか、自分には気づいてないようなそのモチベーションの源に気づくことができたので、今日はすごく自己理解が深まる時間でした。ありがとうございます。よかったありがとうございます。お二方とも改めてお疲れ様でした。ありがとうございます。ぜひこの動画をご覧の皆さんもこの動画を使ってイメージトレーニングをしてみてください。